んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、高い値段を認めない自分をやめるです。あなたはいつも安いものを探して、同じものならできるだけ安く買おうとしていませんか？これがいけないというわけではありません。もちろん似たものならば安い方を買うのが市場原理です。でもそれにこだわりすぎて高いものを見るとなんだかイライラするという人たちがいます。例えばブランド物のバッグが素敵で欲しいと思っても、値段を見ると30万円、うわ高いと思います。ここまでは普通で何も問題はありません。それで買うのをやめて安いバッグを買うのも全然悪くありませんよ。でも問題なのは、何をこの値段、おかしいんじゃないと思うことです。そしてなんだかムカムカして居心地が悪くなり、ブランド店から出るということはないですか？実はこの嫌な気分というのは、自分が拒絶された、攻撃されたと感じているからです。高い値段がついていることが自分への攻撃に思えたんですね。そしてブランド物を買う人はバカじゃないという結論になったりします。もちろんこの人たちは必ずしも言葉でこう思っていると認識しているわけではなく、潜在意識の中にもやもやとした怒りとして思っているんです。また主婦によくありがちなのは、デパートなので手作りの作品を見た時、何これ、こんなものがこの値段、こんなの私にだって作れるとバカにしてしまうことです。でもあなたが作ったものをデパートに置くことはできませんよね。ですからそこには何か別の価値があって、あなたには見えないんですね。こういう考えだと、目に見えるものの裏にあるたくさんの工程、作業、心配り、毎日の時のサービスなどが見えません。その部分が信頼であり、ブランドたるゆえんですね。そしてデパートに置かれる理由でもあるんです。こういう心理を持っていると何が困るかというと、自分の仕事も認めてもらえないということです。自分が人の価値をきちんと認めていないので、自分の仕事も安く見積もられます。自分のしたことは返ってくるというのがこの世界の法則だからです。例えばあなたが事務職だとして、上司に資料を作って渡すとき、デザインに工夫をするとか、予備を作っておくとか、ちょっとした心配りをあなたがしたとしても、それは評価されないということです。それ以前に自分の仕事に付加価値をつけるという意味が感じられないでしょう。商品の裏の価値に目を向けることができないので、そういう能力を身につけることができません。逆に上司の方がそういう価値を知っていて、あなたにはそういう気配りがないということで評価しないということになりますね。またもしあなたがレストランやサロンなどの商売をしているときはもっと重要です。自分で自分の商品に値段をつけるとき、あなたは自分の商品に高い値段をつけることができません。値段が高いと客が気分を悪くすると考えるからです。これは困りますね。豊かになれないということになります。ですからこういう人はぜひこれを直しましょう。いつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたは高いものが嫌いなんだね。欲しいと思っても値段を見てそれが高いと腹を立てているよね。どうしてこんなに高いのよ、こんなにするわけないじゃない。そしてなんだか自分が拒絶された気がするんだよね。悔しいんだね。大人の自分はそれで困っているよ。あなたがそうやって値段が高いものを見ては
拒絶されたと思ったり攻撃されたと思うから自分が豊かになれないんだよ。だって人の仕事を高く評価しないからね。そして安いものほど良いものだと思うから自分の仕事も安く見積もられて自分が豊かになれないんだよ。あなたは勘違いしているよ。自分が欲しいのに手に入らないほど高いものは優しくない、愛がないと思い込んで、そして相手を悪者だと思っている。善人なら安い価格で提供すべきだと思うのは間違いだよ。それにあなたは商品の後ろにあるたくさんの工程の価値やブランドのバリューがわからないんだよ。目に見えないところにたくさんのエネルギーがかかっていてもそれは評価しない。あなたがそれを評価しないからあなた自身の仕事でもそんな細かい作業や目に見えない価値を重視せず大雑把なことしかできないよね。それだとあなたの能力は上がらなくて豊かになれないんだよ。だからもっと人の仕事を評価しなさい。高い商品の値打ちを認めなさい。その裏にあるサービスや誇り、長い間に培われた信頼、そういうものも価値あるものなんだよ。それを評価しなさい。そしたらあなたは高いものを見たときに攻撃されたとは感じないよね。そして自分もそういう仕事ができるようになって、自分の仕事に高い価値をつけられるようになるよ。その方がいいよね。豊かになれるよね。大人の自分はあなたの成長を願っているよ。